皆さんこんにちは。プラナフォレストチャンネルの東エマです。これを録音しているのは12月の11日なんですけれども、早いものでね、12月ももうそろそろ中旬に差し掛かっていて、このあと12月の15日には射手座の新月ですね。今月の新月は願望実現をしていく、自分の理想のこう生き方とか在り方を実現していくためにできる何か最初の一歩ですねを踏み出すためにとてもいい日になっています。新月のエネルギーを活用して未来につながるためのほんの小さなことでいいんですけれども、アクションをね起こしてスタートの流れを作っていってもらいたいなと思っています。さて、12月もいよいよ中旬になって、世界に対して本当に強い強烈な影響をもたらして、で私たち一人一人に対して価値観とか感情に対するね大きな揺さぶりを与えた怒涛の2022年ですね。2022年もいよいよ終わりに近づいてきましたね。そしてですね、今月12月の22日は冬至を迎えます。冬至っていうのは1年の中で夜の時間が一番長い時間で、言い換えると昼間はやっぱりこう活動する、自分自身のエネルギーを外に向けて社会的な行いをするとかね、そういう時間ですけれども、夜っていうのはこう家に帰って休んでゆっくりしてっていうね、どっちかっていうと内側、心と向き合うような時間ですね。そういう夜の時間、自分自身の内側と向き合う時間が1年で最も長くなる、それが冬至ですね。で、冬至っていうのはかなりこうパワフルな浄化期間でもあるんですけれども、やっぱりこの日に向けて身の回りをこう整理整頓したりとか、まあこれはね物質的な意味ももちろん含むんですけども、これまでに抱えていた溜め込んでいた感情を手放して心を浄化させていく、精神的な部分でのこうデトックスですよね。そういうことがとても大切になってきます。心を軽くする、浄化するっていうことに対して意識的にこう取り組むことによって、エネルギーの質っていうのがこうガラリと切り替わる、この冬至を境にこれまでの生き方、働き方、あるいはその人自身の在り方、そういったものが大きく変化していくと思います。そして西洋占星術的には12月22日は現在ヤギ座っていうね、土のエレメントの星座に滞在している木星と土星という社会の在り方とか、こう全体的な雰囲気に強い影響を与える社会天体、この天体が風のエレメントである水瓶座に同時に移動することによって、風の時代、そして水瓶座の時代に入っていく、かなりこう記念すべき日でもあるんですよね。で、木星と土星が同じ位置で重なることをグレートコンジャンクションっていうんですけれども、グレートコンジャンクションについては、あと風の時代については他の動画でもいろいろ説明していますので、まだご覧になってない方はぜひこちらもチェックしていただけたらなと思います。概要欄に動画のリンクを貼っておきますね。さて、今回は冬至、そしてグレートコンジャンクションでもある12月22日以降の風の時代を生きていくために、
とても大切なマインドセット、意識の持ち方ですね。これを4つ紹介していきたいと思います。まず最初に紹介していきたいのが、どんなことに対してもまず自分の頭で考えて理解しようとすることで、これが今回紹介していく4つのマインドセットの中でも最も大切なテーマになってきます。思考は現実化するっていう本で有名なナポレオン・ヒル博士が、私たちが完全にコントロールできるのは自分で考える能力だけであるっていうふうにおっしゃってるんですけれども、これは私たちが自分らしく生きていくこと、自分を本当の意味で理解していくためにもう絶対に欠かせないことなんですよね。いろんなね、動画の中で何度も話しているんですけれども、私たちが生きているこの時代っていうのはものすごいスピードで、もうとんでもないボリュームの情報がやり取りされていますよね。で、そしてこの流れは今後さらに加速していくんですよね。つまり様々な人の価値観とか考え方に私たちをこう日々触れているわけですよね。なのでニュースで言っていたからとか、ツイッターやインスタグラムでインフルエンサーが紹介していたからとか、テレビや雑誌で誰それがこういうふうに言っていたからとか、そういった価値基準で物事を判断するっていうことは、これからの風の時代においては自分自身のエネルギーとかこう在り方っていうのを重くする、足を引っ張る要素にしかならないんですね。というのは、そういうふうに自分以外の人の考えとか価値観と自分が持っているオリジナルの考えとか価値観っていうのがもうごっちゃになってしまって、もうわけわかんないような感じになってしまうんですよね。例えば何かアートとかファッションとか、あと音楽ですよね。そういった文化的なものに触れた時に、自分がどう思うかではなくて、自分以外の人が、あるいは世間がそれらをどう判断するのか、どう評価するのか、どう見るのかっていうのをなんとなくこう優先してしまう。で、働き方とか生き方の美学とか哲学っていうのもそうですよね。自分がどういった動機、モチベーションによってその行為、仕事をするかではなくて、周りの人がどう思うか、あるいはどういった評価をするかっていうのを優先してしまうと、どこかのタイミングで、あれ？こんなはずじゃなかったのにっていうふうに、なりかねないんですよね。で、なぜこうなるかっていうと、自分でしっかりと考える。で、自分でしっかり考えて、こう、意見とか、思っていることを発信していく。そうすると、必ず反対意見を持つ人っていうのが現れるんですよね。そういった反対意見と、こうぶつかることがあっても、そういった価値観の違い、ぶつかったこう現実的なこうなんだろう、やり取り、そういったものを乗り越えて、他者と自分の価値観やアイデアや考えた結果出てきた答えを取捨選択していくっていう作業をせずに、誰かの考えとか価値観にそのまま乗っかる方が楽だから、で、衝突がなくて安全なように見えるからなんですよね。なんですけれども、これからは一人一人の個性で、人と違うことこそが価値がある、あるいは良しとされる時代に入っていきますから、そのためにはね、自分が何を好きで、どういった分野、テーマについてこう深めていきたいと思っているのかとか、
どういったことをしているときにより自分自身がね輝くことができるのか、そういったことをしっかりと自分の頭を使って見極めていく、そしてしっかりと実行に移していく、そういったフットワークの軽さが求められるようになってきます。で、反対にこれまで人の考えとか思いにこうついね流されるような生き方をしてきた場合、今までのそのやり方っていうのをこれからも続けていくと、今後はどんどん難しい方向に流れていくかもしれないですね。そして2つ目、これは自分に正直であるということ。今年世界中が経験しているこの出来事ね、パンデミックは私たちに望むものを明確にするために与えられた課題というふうにも言えます。で、そしてこれをチャンスと捉えるかピンチと捉えるかっていうのは人によって大きく分かれると思います。そしてこの捉え方の違いですね、この違いが今後始まっていくというか、今後どんどん明確になっていく二極化の世界を作り出す最初の波になったと言えると思います。そしてこの1年で、この2020年ですね、この1年でもう自分に嘘はつけないなっていうふうに感じた人もたくさんいるんじゃないかなと思います。で、それは仕事とかパートナーシップ、あるいは生き方そのもの、そういった様々な分野、多岐にわたって言えることなんですけれども、もうこの仕事は続けられないなとか、限界だなとかね、あとはこの人とこの関係を続けていくことはもう私には無理だとか、そういったうまく説明できないけど、なんかもう無理、みたいな、こういった気持ちになった人っていうのが、多くいると思うんですね。これはこれまで可能だった自分の心をごまかすというか、なんとなく決定を先延ばしにするみたいなことがもうできなくなってきているんですよね。で、多くの場合こういったもう限界ですよっていうね、しんどさっていうのは自分自身の工事の存在、言い方変えるとハイヤーセルフとかですよね、そういった存在からのメッセージなので、しっかりと自分自身と向き合って、で、向き合った結果出た答えに対して正直になっていく。で、自分らしくいるために邪魔をする要素っていうのありますよね。人間関係とかね、仕事とか、あと暮らしてる場所とか、いろんなものがあると思います。そういった要素を一つ一つ丁寧に見直していく、そして手放していくっていうことがすごく大切な課題になってくると思います。で、このメッセージをね、高い次元からのこう無理ですよ、このまま続けたらダメですよっていうね、メッセージを無視し続けて、言い方を変えると自分に嘘をつき続けていくと、近い将来何かしらの形で強制終了っていうか、そういった関わってきた物事、仕事でも人間関係でも何でもね、それらを手放さなければならないような状況がやってくるかもしれないです。それがネガティブな形で現れるか、ポジティブな形で現れるかはわからないですけれども、こういった強めのメッセージを無視し続けている場合っていうのは、割とこう強い感じの強制終了がね現れるんですよね。なので、そうなってしまう前に自分に正直になって、望むことっていうのをしっかりと明確にしていく、そしてそれを実現するための計画を立てて、それに対して必要な努力っていうのを惜しまないこと、これがこれからの風の時代にすごく大切になってきます。
で、この望むことを明確にすることに関しては、やっぱり12月15日の射手座の新月、このエネルギーを活用していくといいと思います。私は個人的にこういい人って言われる人よりも自分に正直な人が好きなんですよね。好きっていうか、こう一緒にいることが苦にならないっていうかね。いい人とか悪い人とかって、こう見る側、接する側の主観がすごく影響しますけれども、自分に正直な人ってこう、まあ、人によってはね、癖が強かったりするってことはあるんですけども、なんか自分の心に対して一貫しているっていうか、自分に正直だから、当たりは強いけど、癖はあるけど、でもいつもすごく自然体みたいなね。で、一般的な社会で言われるいい人っていうのは、気遣いができるとか、周りの人間関係において調和を取ることができるとか、そういうこともね、含まれると思うんですけども、そしてもちろんそういうことができるに越したことはないんですよ。人とね、うまく付き合っていけるとか、調和が取れてるとかね。なんだけど、内側に、自分の内側に怒りとか不快感をどんどん閉じ込めて蓄積させて、でも外側だけはすごくマイルドに見せるとか、そういうような、なんか高等技術を使うくらいなら、なんかね、無駄に喋ったりとか愛想よくせずに、なんかこう自分らしくいる人の方がなんとなく私は好きなんですよね。まあ、私がそれを好きか嫌いかはどうでもいいんですけども、なんかそういう愛想がなくて仏頂面みたいな人っていうのが、実は心に屈折した葛藤っていうのがないから、ちゃんとね、時間かけて知り合っていくと、すごく優しかったりとか付き合いやすい人だったりするんですよね。はい。そして3つ目が、ピンチをチャンスと捉えるってことですね。先ほどもちょっと言ったんですけれども、一見するとネガティブに見えること、そういうことが起きた時、ああもうダメだとか、ああもう無理っていうふうに、起きたことの良くない部分、大変な部分だけに目を向けるのか、あるいはそれを何かしらのチャンスっていうふうに捉えるかで、進んでいく方向、流れていく方向っていうのが大きく変わってくるんですね。いや、もちろん大変なことが起きると、自分のやったことを後悔したりとか、あるいは自分の無力さを実感して一瞬落ち込んでしまうとか、暗い気持ちになってしまうっていうことは人間ですから誰でもあるんですけども、そういう時っていうのは大抵、そういう時っていうのは、そういうことが起きて落ち込んだ時ですね。落ち込んだり不安とか心配をしている時、そういう時っていうのは未来のこと、未来に起きるかもしれないことを想像して、不安とか恐怖っていう感情を強くしている、あるいは過去に手にしていたものを失った、その喪失感に包まれている、そこを味わっている時なんですよね。ですけど、意識を今に向ければそういう不安とか恐怖の影っていうのは薄くなっていくんですよね。他の動画でもお話ししているんですけども、そういった自分が感じているその感情っていうのは私たちではないんですよね。感情と自分自身をこう同一視するっていう傾向は私たち持ってるんですけども、でも感情は私たちではないんです。で、マインドフルになって今この瞬間にフォーカスして、この瞬間にできることをまずやっていく。で、この瞬間を生きることによって、すごくネガティブに見えていた、というかネガティブにしか捉えられないような結果の中にもポジティブな要素っていうのが必ず見つかるんですね。で、2020年に冥王星、土星、木星が影響を与えたエネルギーっていうのが具体化していくのっていうのは、来年以降、2021年からになってくるんです。つまりこう2020年に起きたこと、コロナウイルスのこともそうですよね。そういった影響が具体化していくのが来年以降、
ということですね。木星とね土星がこれから入っていく水瓶座には社会というテーマがあるんですね。これはコロナウイルス COVID-19 による経済的な影響というのが実際的な問題として私たちのところに現れてくる、そういったことも含まれるんですけれども、なのでこれからね来年以降大変なことを経済的な部分であったりとか私たちは経験するかもしれないんですけれども、その中には個人そして社会、私たちの集合的無意識にとってプラスに働く要素っていうのが必ずあるんですね。なので目の前で起きている大変な問題に意識を向けて、ああ大変だ、ああどうしようっていう心配と不安の渦中に入っていくんではなくって、そのピンチ、起きている大変な状況をこれはチャンスだっていうふうに捉えて、自分が経験する物事の中にポジティブな要素を見つけていく、このマインドセットがとても重要になってきます。最後に紹介するのが与える人になること。これはギブアンドテイクっていう言葉がありますよね。で、ギバーは与える人、そしてテイカーは与えられる人ですね。で、言い換えると能動的な人と受動的な人っていう表現をすることもできますよね。誰かに何かをしてもらう、助けてもらう、与えてもらうのを待つんじゃなくって、まず自分にできるサービスを他者に対して喜んで与えていくこと、こういったことができる人っていうのは人間関係においても仕事という経済活動においてもこれからどんどん発展していくんですね。というのはそういう受動的な人、誰かにこう与えたい、自分が持っているものを提供していきたいっていう人の発する波動っていうのがこれからの時代のエネルギーと共鳴しやすいんですよね。つまりこう宇宙エネルギーとか時代がサポートに回ってくれる、後押しをしてくれるようになるんですね。で、反対に利己主義な考え、つまり自分さえ良ければいい、自分さえ大丈夫だったらいいみたいなね、そういう人とか自分は何もせずに周りから与えてもらうことばっかりを求めてる人ですね。そういう人、例えば国とか政府、そういった社会システムに依存したりとか、良くない意味ですごく期待したりとかね、そういう人にとってはこれからの時代っていうのはかなり厳しいものになってくると思います。で、こういうことを言うと割と私には人に与えるものなんてないとか人に対してできることなんてないっていうふうに言う人もいらっしゃるんですけども、例えばですけども、私よくネットフリックスでデイビッド・アッテンボロー教のドキュメンタリーを見るんですけども、地球環境の危機的状況とか絶滅しそうなこう種ですよね、動物、そういったことに対してドキュメンタリーの中ですごく説明されるんですよね。で、そういった環境問題を意識して自分にできる取り組みっていうのを一人で行っていく、例えばプラスチックを極力使わないとか、選択肢があるんであればなるべく環境や動物に優しいものを選ぶとか、持続可能なサステイナブルな生活を心がけるとか、こういったアクションもかなり能動的な行為なんですよね。そういった自分にできることっていうのを行っていくうちに徐々に自分の内側、心の中で変化が起きてくるんですよね。
次はこんなことをしてみようとか、こういった行いももしかしたら誰かの役に立つかもっていうふうにこう変わってくるんですよね。でモチベーションがポジティブであれば、そこに間違いとか失敗っていうのはないので、クリエイティブになって、そしていろんなことにこうチャレンジしていく、そういったマインドでいられると、これから見えてくる景色、つまり自分の人生がどんどん変化していきます。今日は、12月22日からいよいよ始まる風の時代を生きていくためにとても重要なマインドセットを4つ紹介していきました。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。一つお知らせがありまして、このプラナフォレストチャンネルを見てくださっている方、チャンネルを登録してくださっている方が1000人に達しました。もう1年以上続けているのでね、まだ1000人いってなかったのって感じなんですけども、まあね、週に1本動画アップするだけのチャンネルなので、ゆっくりと必要な人に必要なタイミングで届けばいいなっていう感じでやっているので、まあこんな感じかなと思うんですよね。ただ1年以上ねこうやって続けてこられたのは、見てくださっている方、そしていつもコメントや、評価ボタン、高評価ボタンで応援してくださる方がいらっしゃるからで、そのことに本当に励まされています。そして多くのポジティブなエネルギーをいただいています。いつもありがとうございますって言って、こんなことを言った後にまた1000人からね、チャンネル登録者数が減るかもしれないし、それは大いにあり得るんですけども、まずね、ひとまず一度は1000人に達しましたよっていう記念なので、皆さんにねお礼をお伝えしたかったんです。改めてありがとうございます。そしてこれからの風の時代、2021年からも末永くよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。プラナフォレストチャンネルでした。